JR 北広島駅西口のロータリーです。Fビレッジへ向かうタクシーやシャトルバスが多く停車しています。そして駅の目の前には複合商業施設の建設が急ピッチで進んでいます。 JR 北広島駅の西口で建設が進む14階建ての複合商業施設、2025年3月に開業する隣へ北広島です。1階から3階には商業テナントが入り、買い物などが楽しめます。4階から14階は全158室のホテルに。そして注目は2階に入る北広フードホール横丁、9軒の飲食店が入る予定で、食の社交場を目指すということです。飲食店が少ないのでたくさん入ると助かるなっていうのは、パン屋さんとか、はい、期待はしてるよ。結構ほらここ買い物来たり食べ物をね、屋さんに来たりしてお客さんが増えると思うから。今日飲食店向けの説明会が行われ、およそ100の事業者が参加しました。すぐそこなんですけど、スナックやってるんで、どういうお店が入って、まあ、ここから流れてくるっていうあれもあるのかどうか。いやもう本当に夜ご飯を食べて2次会3次会で来てもらえるようなお店ができればいいな。いやまあ今のこの世の中の流れというか、このエスコンフィールドから始まり、なんかすごくありそうな期待はあるなと思って、できれば新しいものに挑戦してみたいなっていう考えはあります。今後につきましても、ボールパークと連携しました街づくりを推進することにより、さまざまな波及効果を生み出しまして、皆様にとってですね、価値のある魅力ある街づくりを進めていきたいと思っております。開発を手掛けるのは、エスコンフィールド北海道のネーミングライツで一躍有名になった不動産開発の日本エスコンです。まあ、どこにでもあるような駅前の商業施設というものにはしたくなくてですね、Fビレッジ、エスコンフィールドと連携をしたような商業施設、ホテルにしたいというふうにも思っておりますし、何かしらエスコンフィールド、Fビレッジが感じられるような、そんな商品も置いていただきたいですし、そんなお店にしていただければな。さらに隣駅北広島の向かいの空き地には、日本エスコンが手掛ける分譲マンションの建設も決まっています。2025年以降、駅、ビル、マンションが空中ホローでつながり、利便性も向上するということです。